本日も様々な野心、野望、そしてバックグラウンドを抱えた者たちが皆さんのビッグマネーを頼りに集まってきています。恐れ入りますが、虎の皆さん、本日の所持金をテーブルの上にお出しいただけますか。では早速最初の志願者を呼んでみたいと思います。どうぞ。失礼します。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。まずはこの番組の鉄則だけ説明させてください。皆さんの合計額があなたの希望額に1円でも達しなかった場合、この話は不成立となります。はい、よろしいですか。はい。それからもう一つ、ここであなたが話をすることにおいて少しでも嘘、偽りがあったとき、たとえこの場でマネーが成立してもその後に不成立となります。はい、いいですか。はい、いくらを希望しますか。875万円です。875万円。はい。そのお金の使い道は。郊外型洗車ビジネスを始めたいと思います。具体的にどんなサービスなんですか、郊外型。お客様のやってもらいたいところで洗車をするっていうサービスが一つと、あと郊外型ということでサラリーマンの方が都内まで時間をかけて行ってるんで、駅に行って車を預かって夜お渡しするという形を取る、お預かり洗車の方をしたいと思います。具体的に自宅の車庫とか、自宅の車庫、はい、会社、はい、まあいずれか要望があれば、要望があればどこにでも、はいはい、どういう料金形態ですか。単純洗車で3000円、それで室内清掃とかコーティングをするとプラスアルファで室内清掃がプラス1000円、あと手掛けのコーティングでプラス3000円、ホイールクリーニングだとかガラスのコーティングとかもいろいろ付属品があります。どうしてこれ洗車事業を始めようと思われたんですか。3年間洗車メインのガソリンスタンドでやってたんですけど、主婦とかあと忙しい会社員の方とかが車取りに来てくれとかっていう要望が結構あったんで、もしかしたらこれはいけるかなと。その875万ということなんですが、はい、その内訳をまずじゃあご説明ください。はい、まず洗うためにムースやワックス剤を出す移動式の洗車機が1台60万円で3台、それを積む軽トラックが2台で80万、あとお預かりの際に車3台ぐらいのスペースを置ける倉庫を借りて、だいたい1月で18万円の準備期間を入れて3ヶ月、エアコンプレッサー、発電機、そういうものを含めて875万円です。もうすでにお友達なら従業はいるんですか。はい、以前働いてたところの一緒にやってた人たちなんですけど、その3人もう決意固まってます。具体的に今どの辺で考えてらっしゃるんですか。埼玉県の東松山あたりです。だいたい都心から1時間程度のところをベッドタウンを中心に考えています。なんで出張するの。どうして出張しなきゃいけない、車動くのに。時間の削減です。やっぱりスタンドで待っててイライラする人も多いと思うし、置いておけるところならいいと思うんですけど、今スタンドでは置かないでくださいっていう方向に動いてます。だいたい待たされますよね。はい、いや待たされるって言っても、はい、今ガソリンスタンドいくらぐらいですか。ガソリンスタンド手洗いでだいたい2000円とか。機械で。機械だと安いところ200円でやってます。手洗いの人ってあんま見たことないよ俺。200円とかそういう安い値段でできるっていう考えの人もすごい多いと思うんです。自分それはそれでいいんです。自分たちのターゲットではないです。だからどちらかというとそういった車
にお金を本当にかけてる人たちが本当の今の発想でいうとニーズなのかなという気は僕はするんですけど。あなたは車洗うことが好きなの？車が好きなの？車大好きです。車とバイクとかそういうものは大好きです。結構高いとこでやってたんで、ベンツとか BM とかジャガーとかそういう車洗って、今ちょっとお伺いしようと思ってたんですけど、はい、なぜか高級車は固まっちゃいますよね、はい、っていうのは多分その洗車の腕というかその預けといて安心があるっていうことですね。 そういうところで勤められてたと。そうです。あなたしかできないようなことが何かあるの？洗車の低価格化、コーティングっていうとやっぱり高いイメージがあるんですけど、今自分がやろうとしているのはその半額ぐらいでやろうって考えてます。私でもできるの？できないです。なぜ？なんか特殊な能力か何か持ってるの？自分たちやっぱり今まで経験してるし。何年経験したの？3年です。やっぱりそれなりに技術とか、あと細かいところの気配りっていうんですか、プロじゃないと見えないところっていうのもたくさんあるんですよ。例えばどの場所ですか？エアコン の風を出すところを綿棒で拭いたり、そういうところに取ってるホコリっていうのは普通のスタンドじゃやらないと思います。あなたはどうしてするの？プロだからです。ご自分の発想ですか？そうです。マニュアルじゃなくて？違います。こういうふうにしたらお客さんが喜ぶんじゃないかなと思って始めたんですね。はい、はい、あ、なるほど。問題は客がね、お客様が来るかどうかだから、はい、ね、あなたの金額で、はい、来ると思いですか？思います。それはガソリンスタンドでやってるからその人が来るんだよね。はい。ガソリンスタンドに車というキーワードで人が集まるんですよ、はい、車が洗いたいと思ってる人たちをあなたのに頼む、そのキーワードだ。どうやって安定した車を洗いたいというお客さんを集めるんですかということを聞いたわけ。確かにガソリンスタンドだからガソリンがあるからついでって言いますよね。だからスタンドっていうのはガソリンがメインじゃないですか。スタンドやっててガソリン入れるお客さんが来たらそっちに回らないといけない。そうするとやっぱり洗車は手抜かざるを得ないんですよ、細かいところで。でも自分たちやろうとしてるのは洗車1本でやろうとしてますから、本気で本当のサービス、クオリティの高い洗車を提供したいと思ってます。自分が1週間とか抜けてたらそのお客さんその後1ヶ月来なくて、あ、辞めちゃったのかと思ったって。で、あ、じゃあまた来るねっていう形で、自分たちは本当に心込めて本気で洗車やってたんですよ。だから前自分がやってた時のお客さんのところに回って行けばかなりの数のお客さんが来てくれると思います。僕一度だって経験があるんですけど、やっぱりその僕が行ってたスタンドので僕がやっぱり気に入った方がいて、やっぱりある時いなくなっちゃったんですよね。で、ある時車を預けて、で、まあ、取りに行ったら、まあ、彼がいた時のサービスとだいぶ違ったんで、彼はどこに行ったんですかって聞いて、同じメーカーなんですけど、同じ看板なんですけど、彼がいるところにやっぱ変えたことがあるんですよね。まあ、自分も一度似たような経験があったもんで。あとバッテリーをよく売ってたんですけど、バッテリーキャンペーンでお店を全国3位に持って行ったことあるんですよ。確かにこういう前で喋るのは下手かもしれないですけど、主婦とか気楽に喋る部分だったら自分出して、要するに営業には自信があるわけですね。自信あります、うん、さっき聞くとね、はい、6000円だ7000円だっていう値段になっちゃうんだけども、はい、1回の洗車に6000ぐらいは家庭の主婦はかけないけどね。平均単価は自分が以前やってたところが1台あたりの単価が6000円です。約6000円です。それで何台ぐらい？1ヶ月何人で？1日でだいたい10万ぐらいです。で、十分ビジネスとして成り立つと思います。今は何してるの？今は無職です。で、これ思いついたのはいつ？それ1年前です。その時にはガソリンスタンドにいたわけだ。はい。で、1年間無職してるわけだ。1週間前に会社辞めました。あ、1週間前に辞めたわけだ。はい。これやるために。はい。どうして辞めたんですからね。自分は社会人、学生だったんで社会人になるので。今回辞めたのはそのスタンドを辞めたわけじゃない？違います。で、先週やってたっていうのはアルバイトでやってて、でもアルバイトで雇う。アルバイトでやったのはプロでもないでしょ。
アルバイトをプロとは言わない。3年アルバイトやってもね、その人の世の中ではプロとは言いません。はい、でも自分は誠心誠意やってて、それを認めてもらってました、お客さんたち。いや、それはあなたがやってるだけでね、はい、世の中でアルバイトを3年やってます、はい、この人はプロですと、はい、いう人がいますか。どこにいる。確かに。プロっていうのはね、はい、10年20年、はい、下積みをしてプロって言うんですよ、はい、戦車にしてもね、はい、やっぱ戦車の薬品の研究から、洗い方の研究から、塗装の研究から、あなた塗装がどうやってできてるか分かってますか。知らないでしょ。塗装できないでしょ。塗装、はい、ね、車洗うんだったら塗装がどうなってるか、こんなことを知らずにどうやって車を洗うんですか。だから大したノウハウはないと一番最初言ったでしょ。私でもできますかって言ったら、できないって言ったでしょ、はい、そんなもう綿棒でこんな掃除することなんか誰でもできますよ。誠心誠意本当にクオリティの高い商品を提供してれば、口コミで絶対広がっていくと思うし、そういうのを信じてないとここに来てないし、確かに美味しいもん食べればまた行くし、そういう意味で自分たちは絶対成功できると思ってます。これ一人でやればどうなの。最初はなんで友達をね巻き込んでやる必要があるんですか、はい、巻き込んだんじゃなくて、そういうのがあったらいいねって3人で話してて、俺だったら一人でやってたら出張戦車一本になっちゃうじゃないですか。そう、今あなるほどなと思ったんです一瞬、はいはい、3人で話した発想だからね、話の発想の出所は友達と3人で話してた時の発想だと、はい、だからこれは3人のもんなんだ、はい、でも会社辞めたのあなた一人でしょ、はい、もう2人もどうするんですか。これでノーマネーになったら辞めませんよ絶対その友達は、はい、1人でやって自分の食いっぷちを稼ぐ、はい、ね、もう1人分食べさせれるような仕事を取ってから1人を入れる、うん、すごく大事なことですよ ね。3人目を食べさせるようになってから3人目を入れる、うん、こうやってね拡大していくんですよ。確かにそう思うかもしれないですけど、集まった3人っていうのはそれぞれがある意味初めからやるか経営者っていう形で、みんなそれなりの覚悟をしてるんですよ。スタートの立ち上げね、複合的な代表者があり経営陣を持つときは絶対なルールがあるんですよ、はい、例えば3人するでしょ。そうすると経理、営業、技術、それぞれが独立した能力の持ち主だったらうまいこといくんです、うん、その通り。これしかないんです。で、あと2人のことなんですけど、1人はいまだにまだ洗車屋でやってて、もう1人は商工ローンで働いてて、営業何百人いる中でそいつはトップ10に入る力持ってるやつなんですよ。それでも自分たちと一緒にやりたいって言ってくれたんで、じゃあそっからお金借りれない、商工ローンか。でそんな初めから儲かるって分かったら、はい、俺がお金は手配するから。そういうことよ。心配ないよって。だから経営陣の人だ。これだから色が違うからいいでしょ、はい、車預かるわけでしょ、はい、そうするとその中の大事なものがなくなった、なくなった、ね、また傷がついたというクレームにどう対応するつもりですか。基本的に傷をつけるっていうクレームはうちは絶対出さない自信あります。いやいやいや、それは言いがかりも踏まえて、ね、要するにこの商売はね、看板、カバンとお金がいるんですよ、はい、看板、カバン、お金がいる仕事なの。なぜならばガソリンスタンドという看板、カバンというのはお金なんですね。あそこは地元の名士だと、まさかわざと傷つけたり物を取ったりしないというお金持ち、もしくは信用、地域に根ざした信用がいるんですよ。あなたにカバンも看板もなくてっていうのは一つ難しいビジネスですよと、はい、ただ着眼点はいいんです。外国にはあんまり車をきれいにきれいに磨いて1週間に一度、もしくは雨が降ったら磨くという発想はないんです。そういう意味では生真面目な日本人だからこそビジネスチャンス、日本人に対しては風土的に非常にビッグビジネスになる可能性はある。例えばすごい儲かってるところにいたら儲かるんじゃないかと思ってね、独立するのみんなね、うん、同じことすれば儲かるんじゃない。だけどその儲かってたとこはそれまでのね、やっぱり長い期間とそういう器があって、そこは儲かってたかもしれない。同じことやって、例えばうちの店で独立して、同じラーメン出して、1年も経たずに閉めたところが2軒もあるのね。全く同じもの出して、これ上野社長が言ってたようにね、やっぱそれだけの看板っていうか、はい、うん、その信用、そういったものがねすごい必要なのね。であなたさっき細かく875万って出してたけども、はいはい、まあ、最初の話に戻りますけどね、
これ投資が決まらなかったらどうします？やるつもりですか？やるつもりです。で、例えば自分の車売って、はい、あなた何乗ってるか知らないけど、はい、何乗ってます？今パジェロです。例えばパジェロ売ったらいくらぐらいになるか知らないけども、はい、売って、ね、みんなでやるんならみんなでお金集めてこれぐらいの金額だったらどうにかなる金額ですからね。それぐらい の意気込みがあるかどうか。もう確かに会社も辞めたんで、もう自分では後には戻りたくないんですよ。自分も成り上がりたいっていう気持ちすごい強いし、そのために自分の中で一歩を踏み出したつもりです。自分はもうすごい根性あるって思ってるんですよ。でもう高校時代に応援団やってて、そこでズタズタにされて、そこから絶対這い上がってやるっていう、そういう気持ちもあるんで、もしまだ今は未熟かもしれないですけど、どんどん勉強もしてやっていきますんで。いや僕はね、その先に言ってほしかったなっていうのは、応援団何年やってたの？3年間、高校3年間やってました。そうでしょう、はい、僕も応援団なんですよ。あ、そうですか。応援団長してたから、それを先聞いてたらもっと話が進むんだかなという。だから応援団を3年やってて、役職は、はい、騎士長です。旗持ってたの？はい、旗持ち。いや、応援団はね、ビジネスするには非常にいいんです。なぜかというと、恥を恥と知らない。もう人の前でバカみたいな大声で喋れる、これはもうバカな特権で、今社会はそういう変な人を必要としてるんですよ。世界の常識は日本の非常識なんだから、日本の中での非常識は応援団なんです。だからそこで自分は今日みたいにガツンガツンに下級生の時ぶっ飛ばされて殴られて、プライド傷つけられて、もう自信も全てなくなったんですけど、その時自分思って、あ、ムカついて、あ、こいつは絶対見返してやると思って、そして騎士長までなれたんですよ。自分3年の時に40人ちょっと応援団いました。ああ、大したね。はい、かなり有名な、高校では結構有名な応援団なんですけど、だから今日ここで自分はかなり否定されて傷つけられましたけど、少し信用してくれるんであれば、俺は絶対伸びます、勉強します、努力します、何でもします。どんどんアピールした方がいいでしょう、はい、頑張れ頑張れー、まあねえ、頑張れ頑張れ。どうもありがとうございました。いや、ここでね、はい、それできるってやっぱすごいわ、はい、俺絶対できないもん。だからね、はい、来てこない人なんです、うん、そういう意味で言うとそれができる人だから、うん、自分も結構負けず嫌いなんで、今日もし信用していただければ、それに合ったことを絶対返せるっていう自信ありますんで。言い方そうではあるよね、はい、もう少しいろいろ聞いてくれても、聞いてください。何をもって成功とするんですか？まあいろいろ成功っていうのもお金とかいろいろあると思うんですけど。お金？お金だけじゃない。じゃあどのぐらいのお金ですか？自分はまずは最初小さいですけど、すごい小さいですけど、そのお店で500万円目標にしてやりたいと思ってます。大変失礼な言い方かもしれませんが、はい、真面目な方を目の前にしてね、はい、まあ、人を騙す嘘とかなんとかじゃなくて、やっぱ真実さがないね。で、今までこのマネーの虎の番組で私いつも感じるんですけどもね、例えばこの洗車にしても、はい、あるいはなんかファーストフードかなんかのビジネスにしてもね、はい、私は全て成り立つと思う。成り立たない商売はないと思います、やる人が変われば。で、誰がやるかっていうことなわけ、はい、これはあなたよりもまだプロがいると思う、はい、しっかりしたプランを練って、はい、そして投資を受けるんであれば、自分をしっかり売り込むことができるようになってからビジネスをした方があなたは失敗しないです。根性もあるし、すごいキャラクターを持ってるし、顔もいいし、人付きもするし、そこだけがどうしても納得できないと。ここまで会社を辞めて、きっぱり辞めて
出てきてくれた志願者っていうのは過去になかったかもしれないですよね。だからなおさら悪い、うん、というのはやめて、要するにこのプロジェクトこれで独立するんだという少なくてもこの称賛というものを満たさないといけない、うん、それは思い込みであってはいけない、人が聞いて安心して聞けるっていうんじゃないと、今日投資するかどうかじゃなくて今日のあなたを見て今後伸びそうだなという、はい、ことをやっぱり感じるわけでしょう、はい、辞めても無職だという、辞めてもその独立するための準備もしていないという。僕も今まで21社ね、はい、辞めたら入った人、はい、でも僕は一つだけルールしていたのは、辞めるときは必ずその会社のトップセールスマンじゃないと辞めないという、だからトップにならないと辞めないという気持ちだったから必ずトップセールスになってきた、はい、そうすると20回トップセールスになったわけだから、はい、独立したら儲かった当たり前という、はい、だからもうちょっと僕はアマちゃんとこれから勉強するというのは遅いという、今がどうなんだという。確かにあのアマちゃんでじゃあ仕事終わった後に勉強してくればいいじゃないかって言われたんですけど、言い訳かもしれないですけど、自分も7時半から夜10時とか11時までやってて仕事をしてたんですよ毎日。土曜日も日曜日も祭日もね、正月休みもね、寝る時間があったんだから、寝る時間があるってことは暇だということだよ。もうちょいね、7時半から10時まで大したことないんだよね、うん、そんなもんほんま惜しいわ惜しい惜しい、今日の顔惜しいと思うね本当に、うん、そろそろ最終評価をお聞きしたいんですが、もし自分を信じてくれるんだったら自分は絶対それ以上のものをあなたたちに見せる自信がありますんで、少しでもチャンスがあるのならよろしくお願いします。出したいけど出せないという、信用できたらと言ったけども、信用ってのは男が軽々言うもんじゃない。信用できるかどうかという前にやっぱビジネスプランについて850万なら850万の価値があったかどうかというところに着眼をしてほしかったな、はい、ということで、はい、いやすごい自分の甘さっていうか知識のなさ、自分の弱さっていうのがよく分かりましたんで、もう一回勉強し直して自分でチャンスをつかめるように、それだけの男になれるようにもう一度やり直して頑張りますんで、いずれそちらの立場になれるように頑張ります。今日はどうもありがとうございました。待ってください。はい、お疲れ様。はい、今いくつ？24です。24か、はい、ちょうど僕が独立したのが24の頃やからね。で28歳の時に100億企業グループを作ったからね、はい、でなんでと言われるの？応援団だったから。はい、どうもピグモンです。はじめまして。僕自身現在無料ブログを使うだけで安定して25万円近くを、ずっと稼ぎ続けることができています。詳細はですね、この動画の下に貼ってあるリンクから、メルマガに登録できますので、ぜひそこで無料でブログを使うだけで、お金を得る方法を学んでいただきたいと思います。翌月に3万円をゲットしたりですとか、難しい作業も一切ありません。そして、稼いでる証拠の動画もたくさん撮ってありますので、ぜひチェックしてくださいね。それでは失礼しました。